こんにちは。いつも YouTube をご覧いただき誠にありがとうございます。動画の中でご紹介している材料やツールなどは概要欄にも添付しています。どうぞご覧ください。さて、今日はシェイクをするときに、大事なポイントをお伝えしたいと思います。このような、3ピースシェイカー、3つの部品から成り立っているシェイカー、これらを振るときにはもちろんどのような軌道で振るかということがとても大切になってくるのですが、この時に思うように自在に思いっきり振るためには腕の力ではなく、最も重要なのは握力です。振ってる時にシェイカーが飛んでいってしまっては大変なことになります。ですからしっかり持っていなければなりませんが、シェイカーを持つ時にこうベタッとこう手のひらをしっかりつけてしまうことは良くないとされています。体温から熱が移ってしまうからと言われていますが、ですのでこう浮かすようにして持っています。手のひらはついていません。この時に、私は学生時代バドミントンとあと剣道を少しやっていたのですが、例えばバドミントンで思いっきりスマッシュを打つ時にラケットが飛んでいってしまっては大変なことになります。ですからしっかりと、グリップを持つこの指の力が大切なんですね。その他、野球やゴルフでもその、インパクトの瞬間のしっかりと持てるこの握力というのが大切になってきます。私は、まず右利きなので右手でまずこのように持ちますが、この時、どこにこう気をつけているかと言いますと、この小指です。もう片手だけでも振っても飛んでいかないぐらいしっかりと支えているこの部分。まあ親指はもともと力がありますし、人間まず手前の方には飛ばさないので、ここの、右手の小指がちょっと豆になるぐらい。しっかりと持っています。そして左手は、この中指と薬指の2本の第一関節ぐらいまでしか持っていません。ですからこの2本の指が、の力がとても大切になってきます。ここをしっかり支えて、あとは添えるだけです。ほとんど。小指と薬指でしっかり挟み、左手では中指と薬指の第一関節でしっかり支えています。この指が、握力つけておきますと思いっきり、振ることができます。どうも手に力がないと人間の体は自分の体の弱い部分を知っていますので、これ以上思いっきり振ったら飛んでしまうと思って自然に力を抑えてしまいます。それがないためにも、大切なのは腕力よりもこの、握力です。握力を、トレーニングしてしっかりと鍛えてあげてください。大事なポイントです。これからカクテルを作ってみようかなという方も、すでに、シェイクに挑戦している方も握力を意識してやってみてください。